マッシュ・ハーディングはアメリカのゲームクリエイター及びインターネット上の著名人。彼が世界中で踊った様子を映した動画が YouTube などの動画共有サービスに投稿され人気を博している。マットという名で親しまれており彼の動画作品の名称にも関されている。マットはアメリカのビデオゲーム開発者だが最近は世界中の様々な場所のランドマークやストリートで ダンスを踊る、ダンシングマットとしてよく知られている。マットは、コネチカット州、ウェストポートの出身で、カッティングウェッジエンターテイメントというビデオゲーム店で働き、次に彼は、コネチカット州ウィルトンのゲームウィークマガジンという雑誌の編集者を経て、その後ゲーム開発会社、アクティビジョンでソフトウェア開発者として働いた。もともと彼は、 ビデオゲームを作って遊びたいという希望を持っており、その希望は思いがけず早く果たされたのだが、何か物足りないものを感じていた。彼はパンデミックスタジオのデストロイ・オール・ヒューマンズという殺戮ゲームの開発に携わっていたが、みんなを殺すようなゲームを作るのに、自分の人生を2年もかけたくないと感じたことから、会社を辞めありがをはたいて旅を始めた。これが、 この有名なビデオが世に出る最初のきっかけだった。マットの独特なダンスは仲間内でも有名だった。ベトナムを旅行中、友人と互いにビデオに取り合っていた時に友人がダンスしてみてよとマットにリクエストした。このビデオはマットのウェブサイトにアップされ最初は彼の友人や家族が楽しんだ。後にマットは彼が中央で踊っている15の ダンスシーンをつなぎ合わせ、第1弾となる、Where the hell was Matt? を作成する。このビデオは、電子メールを通じ人から人へと伝わり、最終的には口コミによって、彼のウェブサーバには一日に2万以上のアクセスが集中した。言語の壁を越え、国から国へとそのムーブメントは静かに広がっていった。マットは2006年にその後の旅行のシーンを追加した、Where the hell is Matt? を作成した。この第2弾のビデオの作成にあたっては、チューイングガムのメーカーストライドがスポンサーとなっており、マットが旅行費用の苦面に悩む必要はなくなった。彼のビデオは YouTube などの主要な動画共有サービスで見ることができる。最も有名な第2弾のビデオは YouTube において2009年1月末時点で1800万回超の再生回数を誇る。そして、 2008年の6月20日、マットは第3弾として、Where the hell is Matt? を公開した。このビデオは42カ国を14ヶ月かけて回り、制作されている。この BGM のプラーンは、ガリー・シャイマンが作曲し、パルバシャ・シディクが歌っている。歌詞は、インドの詩人ラビンド・ラナート・タゴールのギーター・ジャリに収められた、ストリーム・オブ・ライフという詩が元となっている。 2009年には、クレジットカードのブランド、ビザのキャンペーンである m o ピ People Go With、ビザの CM に出演。国によって内容が異なり、日本版では、日本の紙幣肖像に用いられている3人の役と共演している。コンセプトは、世界中のどこでもキャッシュレスとなっている。2012年6月20日、世界中を舞台とするビデオとしては、第4弾となる。 Where the hell is m a 2 0 1 2を公開した。ジョーダン・スミス。ダンシング・マット・カミング・ツー・タウン。2008年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。ありがとうございます。